はい、今回海洋ゴラブ4のアドベンチャーに待望のハイビットが追加されたんで、まあ、おすすめのオプション関係を交えながら見積もっていきます。オプション関係も結構刷新されてるんで、でラブ4だいぶ種類が増えてきましたね。ラブ4も新型車ではあるんですけどね、まあ、最近ミッドサイズも改変とかが他のメーカーも多くて、 CX-5 とかも改良があって、アウトランダーに関してはフルモデルチェンジですからね。ライバー車で言えば、だからラブ4の PHEV とかアウトランダーの PHEV とライバー車ですよね。でグレード変更で、基本的には X、ハイビット X 以外も全部駆動方式は E4 ですね。アドベンチャーに行ったのガソリン車で、オフロードパッケージがあって、で今回追加されたハイビットですねの3種類があって、 2.5 リッタープラスモーターで、トランスミッション CVT、 乗車定員は5名乗車、こちらの方ですね、見積もっていきます。燃費は 20.3 キロパーリッターで、あ、白がないんですね、アドベンチャー。赤がそんなに人気がないみたいで、かっこいいですけどね、3万3000。赤にしては安い。で3番目人気、アーバンカーキー。アドベンチャーといったらこのイメージがありますけどね。で、1番人気が、アティチュードブラックマイカ、無料で。2番目人気はグレーメタリック、であとはツートンですね。ルーフがホワイト、アッシュグレーメタリック、まあ、新色のグレッシュブルーのツートン、ホワイトルーフで、こちらを選択して5万5000で、シート表皮は専用合成比較パフォレーション付きブラック、シートは2色ラインナップされていて、シート表記は一緒なんですけどね、オーキッドブラウンか、ブラックか、まあ、両方とも料金がかからないんだったらブラウンを選択して、で、オプション。やっぱりムーンルーフはメーカーオプションですし、ハッサンイコイン防止付きで14万3000。安い。チュートサイド電動式で。スキットプレート、まあここら辺を見たらキーがないというか時間がかかるんで、まあアドベンチャーもそのままのデザインで十分ですからね、下手にエアロパーツつけなくてもいいですね。ここら辺ホイールとか変える分にはいいですけどね。サイドスカート、ヘッドランプガーニッシュ、まあこのような外装関係のオプションがあって、スペアタイヤつけた一部つけないオプションとかも出てくるんで、あー、これメーカーオプションだったんですね。ハンズフリーパワーバックドアも何万何千つけといて、まあ便利ではあるんですけどね、別にも手動でも十分なんですけど、それがパワーバックドアでしょうしね、どうせバイザー35,200円、バンパープロテクター、まあこれは安いですし、結構車幅が広い車なんで付けときます。プロテクションフィルム、アウタードアハンドルがメッキ調で18,900円、これ後でなんか出てきそうなスキット調のやつが、ドアエッジプロテクター、マットガードも13,200円、ナンバーフレーム安い方、
植え付けてしまったナンバー隠しっていうか、撮影するときのナンバー隠しがつけれないことが多いんですけどね。でルーフ関係があって、インテリア電子インナーミラー安いですよね。44,000って 9.6 インチで後方関係も確認しやすくていいですね。ほとんど人つけるでしょうね、44,000だったら。まあこれも専用メイクオプションなんで安い、44,000。あ、セットオプションであったんですね。これを一番先頭に持ってきてほしいんですけどね、途中で出てくるんで、いつも。で A と B があって、 C もあります、 D もありますね。フロアマット36,300円と27,500円、安い方で、まあやっぱりソフトトレイが一番同時、あ、外せんすかね、あ、両方ともセットになってますね。同時どこかも3つセットでついてくるんですけど、リアシート背面と、まあ、アームレストスライドタイプ15,400円、まあこれもつけといて、インテリア色味2モードタイプ、まあこれもまあまあ安いんで24,200円。ここら辺はまあ別に純正品にこだわる必要はないんで、 IR カットつけときます。ダークスモークの方でスカフプレートですね。かっこいいですねこれ。アドベンチャー専用なんですかねこれ。つけといて、あー、まあカットフィルムを解除、関連線ないように見えるんですけどね、まあ同時付けできないみたいなんで、カーカバー、まあ、チャイルドシート関係ですね、盗難防止、ここら辺を特につけるようなオプションはないんで、エレクトロニクス、エンジンスターター関係があって、プロジェクションイルミ、ラブホー、まあここら辺の社外品のはかっこいいですよね。純正品ってやっぱり地味なのが多いんで、リバースエンドミラーもいいんですけどね。で、ナビオーディオ。バックカメラはあった方がいいでしょうね。さすがに。天井カウス、パナミックビューモニター。65,000円。まあ、これは別に。9インチ。ナビ、バックカメラも同時ついて、ツイッター関係ドアエコ78,100円、解除か、もうそうやったらもう社外品でいいですね。こっちの方はつけるのか、ディスプレイオーディオ車つけますね。 ETC2.0 セットアップつけて35,750円で、まあ、こんなもんでしょうね。その他で確定で一括払いに変更して、結構車用本体が高いですね。410万ですからね、ミッドサイズで410万6000、オプション94万6110円、あ、結構つけましたね。こんな感じで税金消費を安い、ハイブリッドなんで環境性能割と重要税がかからなくて、まあ2、3万削れる部分もありますけど、
まあ納期は若干かかるでしょうね。半年かかるかからないかぐらい。総額が516万200円。まあ26万200円ぐらい引いてほしいですよね。はい、今回新型ラブ4ハイビットアドベンチャーの方を見積もってみたでした。